YouTuber にリア恋しちゃうのはどう思いますか？好きやったら別に言っちゃない？でも仕方ないとか恋愛やん。一番のドヤ顔かましたけど。ラベです。ラベさんちへようこそ。さて、今日もやっていきましょう。先日ですね、ちょっと質問コーナーをちょっと久しぶりにやろうかなと思って、ハッシュタグラベに質問でですね、皆さんに質問を募ったんですよ。その中でね、これ単発で、ちょっと、真面目に答えてみようかなって思った、質問があったけん、今日は、それについて喋ってみようかなと思います。YouTuber にリア恋しちゃうのはどう思いますか？ですって。これ聞いちゃう？ YouTuber にリア恋したからって、実る確率はむちゃくちゃ低いっす。正直、これはちゃんと言っとこう。むちゃくちゃ低いっす。視聴者さんとの恋愛についてどう思いますか？みたいなさ、なんか質問する人とかもおったりしたり、まあ他の YouTuber さんの質問コーナー見とってから、どう思いますか？みたいなのあるやん。俺は別にいいと思っちゃう。もちろん賛否両論あるよ。でもどうしても好き。クリエイター側の考えもちゃんとした上で、なんかこう、どうしても仕方ないってなった時に付き合うとかやったら別にいいんじゃないと思うよね。これ YouTuber に関係なくね、応援される側が、いや、俺は、その、どちらかというと、その応援される側で、表に出る側の人間やけん。その応援してもらう人と、そういう関係になるって、どうなのかなっていうのはもちろんあるやん。でも、それを超えてまで、でも本当にあの人のこと気になる、好きやったら別に言っちゃない？質問に関しては、その、リア恋しちゃうのどう思いますか？だから。だからもうめっちゃ好きやん。もうどうしようもない。周りの男たちがもう見えんくなるぐらい本当に好きやん。って思ってリア恋するのは別にいいっちゃけど、ただハードルはむちゃくそ高いよ。だって、例えばね、まあその子がすごく良くて、すごく可愛くて、すごく美人で、もうなんかあって、うわーってもう全てが備わっとったとしても、一旦ノーってするじゃん。ノーってすると思う。俺やったらさ、ちょっと待ってんってなる。ちょっと待ってんって、そこを俺手出してしまうと、今後の活動が危ういみたいな感じになったりすると思うじゃん。俺やったらどうするかい？俺が誰か応援しとって、めっちゃ好きな人がおって、で、俺が別に YouTuber とかじゃなくて。いやー、やけ、俺はちょっとできんな。俺はちょっとリア恋とかはできんかな。大変よ。大変やと思うよ。彼女になることとか、彼氏になることって大変やと思う。だってさ、いろんな活動をしていく中で、それにストップをかけれんわけやん。ストップかけたら絶対いかんけんね。今度の土日も撮影なんですか？せっかく私、俺、土日休みなのに。え、なんで？ちょっと、遊んでよ。って言い出したらもう終わり。あ、違う。第一の、その、だけもう付き合った前提になっとるけどね。付き合った前提になったりするけど、うん、でもそういった時はさ、意見結構大変と思うよ。なんかどっか遊びに行くにしてもさ、こうやって離れて歩いたりせないかんくなったりする可能性も高いやん。その人が有名であれば有名であるほど。俺やったらしんどいなと思うな。俺が。女の子、その自分の彼女がもし、なんかその言う、すごい有名な人やった場合は、横にあるけんけんね、横をあるけんなとは思うね。気にせないかんけんね。その相手の活動のこととかも考えたらせないかんけんね。すっげえ真面目に喋ってみた。喋ってみましたよ。どうでしょうか。まあ、結論言うとリア恋するのはいいと思うけど、あんまりおすすめはせんよって感じかな。でも仕方ないのが恋愛やん。はい、今完璧な、今一番喋ってきた中で一番のドヤ顔かましたけど、そういうのが愛やん。そういうのが恋愛やん。難しいよね。自分がファンじゃないっていう体で近づいていけばね、そういう可能性もあるかもしれんけど、でもそれ以外のアプローチの仕方がわからんもんね。どうやって近づいたらいいとみたいな感じやもんね。はい、というわけでございまして、本日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そして皆様のお帰りをまたお待ちしております。グッバイ、さよなら、再見、アディオス、バイバーイ。質問コーナー来週からバシバシやっていきますので、楽しみにしててくださいね。じゃあね、バイバイ。
よし。わあ。あ、もういいか。これ、どうしよっかな。質問みたいな感じで言えばいいね。宝部さん、今何を履いてますか？パンツでーす。ハンバーガーのパンツでーす。